皆さんおはようございます。タッチです。今日も朝からよろしくお願いいたします。今日のリクエストは一度食べたら止まらないおやつの定番を紹介。それでは今日はおやつの定番チャオリーブチューブを作っていきたいと思います。今日作りたくなる簡単レシピを紹介、モコズキッチン。それではまず食材の紹介からです。鶏のささみ、マグロの刺身、ツナ缶、チャオチュール、卵、かつお節、醤油、わさび、砂糖、また汁、オリーブオイルです。まずはチャオチュールの中身を容器に取り出していきます。出てきたドロドロはおじいちゃんにでもあげてください。中身を出したチャオチュールの袋は水できれいに洗っておきましょう。次に食材の下ごしらえ。鶏のささみは一口大にカットして、マグロの刺身はわさび醤油で胃の中にしまっておきましょう。ベリーうまーば。カメラマンさんも食べてきましたよ、これ。うまいっすよ。はい、おいしい、これ。うまい。美味しいです。ベリーうまい。切った鶏のささみ、ツナ缶、卵、かつお節、砂糖、また汁、オリーブオイルを少量加えたらミキサーで混ぜていきます。チュールチュールチャオチュール、チュールチュールチャオチュール、チューブチューブチャオチューブチューブチャオチューブ。できたものをこちらのチャオチュールの容器に入れていきたいと思います。こちらで完成です。ついにツッチー流チャオリーブチュールが完成。そのお味は？にゃーよーにゃ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 ー。あ、これささみとの卵が。チャンネル登録はボタンをクリック、もしくは動画説明欄からチャンネルを登録してくれ。 LINE スタンプも発売中だ。みんなどんどん使ってくれよな。